はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語パート4をお送りします。で、今回はここに載ってる10個やっていきますので、この状態でテストされたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速ね、やっていきましょう。で、今回も動詞です。前回からね、動詞始まりましたけど、で、まず1つ目、これ発音気をつけましょう。これで NO と言います。 NO です。最初 K があって、 K ってクって発音するんですけど、クノウじゃなくて K の発音をせずに NO といきます。で、意味が、まあ、ほにゃららをつけてもいいんですけど、まあ、キーワードとして知っているです。私はほにゃららについて知っているみたいな感じで使ってください。で、前回からね、過去形、過去分詞形もセットでやっていってるので、まあ、ここはね、その必要な方は覚えてもらえたらと思うんですけど、 NO は形が変わります。まず過去形、 O が E に変わって NEW と言います。 NEW で、過去分詞はこの状態に N をつけて KNOWN と言います。 KNOW NEW KNOWN ですね。まあ、こんな感じで、これはほんと超おまけなんですけど、これにすごく似てる単語で K を取った単語があります。もう取っただけなんです。これ NOW って言います。これね、ノウって言うんですけど、こっちナウ。よく、まあ、言葉とかでなんとかナウって言うじゃないですか。だから今って意味なんです、これで。まあ、もしよかったらセットでね、覚えてみてください。で、次、これがユーズです。ユーズ。で、ユーズは、意味が使うです。ほにゃららを使う。で、これは、規則動詞なので、ED をつけたいんですけど、最後 E なんで、EED になると E がくどいんだよね。だから D をつけるだけ、 used ですね。これ両方とも、過去形も過去分詞もこうなります。で、次が C です。 C で、 C は基本的には大事なのはこっちです。見る。で、たまに使うんで覚えてもらえたらと思うのが会うですね。人に会う、主にこっちを使いますけど、まあ、見るとか会うって意味があります。で、これは過去形と過去分詞が形が変わって、過去形そうと言います。これで、で、最後が一番上と同じなんですけど、元の形に N がつくと、こうやって、これでシーンと言います。水槽シーンですね。で、次がテイクです。で、テイクも主に使うのはこっち、取るです。取る、なんとかを取るっていう感じで、もう一個の使い方、他もあるんですけど、あと乗り物に乗るときとかにも使います、テイク。まあ、よかったら覚えてください。で、これも形が変わります。過去形は中が両方 O に変わってトゥックです。トゥック。で、過去分詞はここの同じで、元の形に N がくっつく、テイクンね、と言います。で、次クリーンです。クリーンで、クリーンは掃除する。まあ、きれいにするって意味もあるんですけど、まあ、掃除をするって意味で覚えてください。これがクリーン。で、これは規則動詞なので、両方とも ED をつけるだけで OK です。よし。では、右側行きましょう。次はギブですね。ギブ。で、ギブは、与えるです。与える。何かを与えるっていう。で、これは過去形、過去分詞、形が変わります。過去形が、I が A に変わる。gave と言います。これで gave。で、過去分詞はこれに、E をつける given です。ね、give, gave, given。で、次が、ちょっと発音がね、日本語だと wash って言いたくなるんですけど、wa、まあ、wa ですよね。普通に読んだら。それは wash と言います。wash。で、まあ、ウォッシュの方が多分イメージつきやすいんですけど、洗うです。まあ、何か洗うのも、なんか洗顔とかの時にね、ウォッシュって使う時ありますけど、まあ、そんな感じです。ただ発音はワッシュです。で、これは規則動詞なので、ED をつけるだけで OK。で、次、do なんですけど、で、まず先紹介しちゃうから、do ですね。do は動詞で使うときと助動詞で使うときがあって、基本的に中学校の英語っていうのは助動詞で先に出てきます。do は。で、それもちょっと説明するんですけど、まず意味として、do はするです。まあ、ほにゃららするっていう。do。
で、過去形過去分詞が、過去は did ですね。これ、過去形をすでに学校で勉強してる人はよく使いますね。did you とかよく使いますからね。で、過去分詞が done です。これ done って言うんですけど。で、意味として、まあ、動詞としてこうやって do が使えるんだよって、するって意味を持ってるんだよっていうのをまず確認してほしいんですけど、その、例えば1年生の子とか、まあ、ちょっと2年生、3年生でもいいんですけど、do you ほにゃららとかって使うじゃないですか、do って。その do はこれとは違うんです。それは助動詞といって、動詞を助けるために使ってる。だからその do は特に意味がないんです。do you の do は。でも、動詞としても do ってのはいるので、そういう意味もあるんだと思って覚えておいてください。結構これ穴でね、なんだ、抜けてしまう子が出てくるとこなので、一文が入れてみました。で、次が practice です。practice。で、ちょっと長いですけどね、practice は、練習する。まあ、スポーツとかを練習するっていう感じですね。で、これは規則動詞なので、入るかな。で、最後 E だからね、E がもう一回つけちゃうとくどくなるんで、D をつけるだけで OK です。全然入ってたね。で、最後、live。これで live なんですが、これが、住んでいると。いう意味でございます。で、これも規則動詞なのでつけるだけだと。ただ最後が E なんで D をつけるだけ。これで過去形も過去分詞両方とも OK でございます。いいかな。では今回はこの10個のね動詞をやっていきました。でまた消しながらねちょっと喋りましょうか。なので、まあ、最後にねいつも通りこう赤の意味ゾーンだけ残して、まあ、10秒ねその後止めておきますので、もしねその意味の方から単語をテストしたい方はぜひ使ってやってみてください。で、次回以降もですねまだ動詞ちょっとかなりの数があるのでしばらく続きます。ただその動詞を全部やるってなっちゃうとさすがにあれなので、まあよく出てくると勝手にねもう完全に自分の個人的な判断でしちゃいますけど、まあ、よく出てくるよなっていう動詞をひとまず紹介していこうと思いますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。すいません、こう喋りながら、まあ、背中向けながらめっちゃ喋って申し訳ないんですけど。よし。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、次回の方もまたよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。